どうもこちらめめです。今日もスワップの解説やっていこうと思います。では見ていきましょうか。さあまずはやはりどちらからスタートするか。ぷよスタートですね。あ、ちなみに今回右側です。あ、PSN ID にも、アメミヤ太陽000って書いてますけど。まあ、一応右側ですね、今回。さあ、開幕全消しからスタートした。開幕全消しで、お互いカウンター組んでる。相手は、2連鎖で消化していきましたね。全消しプラス、2連鎖。しかしこれ、黄色ハッカーなんで、問題なく行き切れてますね。ネクストの紫ハッカー。まだ、全消しは消化してないのに対し、相手は、5連鎖を転破してる。紫ハッカーの5連鎖。さあ、これ連組んだ。お互い連組んで、相手は T スピンダブルかの連ですね。それに対して、こっちは T スピントリプルで火力が上回ってた上に、連の発火するタイミングも早かったんで、これは有利じゃないでしょうかね。さあ、受けると、まあ、全消しを消化していなかったので、刺さりますね。まあ、仮に全消しを5連鎖で返したとしても、これカウンター組めてたんで、8連鎖あるんで、おそらく勝ち確でしたね。連で相手のフィールドを埋めた瞬間に、だいたいまあ、ミスなければ勝ち確だったかな。相手が、先寄りのサブマリンです。それに対して俺は信じてやる。さあ、一回2連鎖打つ。まあ、これは聖地ですね。相手もまあ、問題なく受け切れてますね。さあ、緑発火に対して、相手は赤発火。赤で発火してきた。俺は緑で発火する。ただ相手紫ないんで、4連鎖で止まってますね。それに対し、俺は、7連鎖の8ダブ。7連鎖の8ダブなんで、これはおそらく勝ったでしょう。相手は、ネクストに紫引いてたのかな？まあでも引いてたとしても、1、2、3、4、5、6連か。6連だと、この量はさすがに帰らないですね。コンボつけても。スキップ用以上は少なくとも、降るので、6連鎖では全然返せる量ではない。なんで相手諦めましたね、多分。さあ、これは DT4 から、DTTKI。相手は、Tスピンダブルから連ですね。連チックに組みながら T スピンダブルを打った。さあ、これはどうだ？相手に5個振って、お互い連での仕込みなんで、量は一覧一覧同じですね。まあ、その前に5個振ってた分、まあ有利かな。さあ、これは赤ハッカーですね。相手は、相手も赤ハッカー。さあ、これはでもテトリスの追い打ちと、連鎖数で1連鎖勝ってたっていうのが、でかかったですね。相手もまあ、置きミスしていたので、まあ、これは、そのまま刺さりましたね。やっぱり基本的にその、ぷよ側で連鎖数勝ってると有利になりやすいんで、ぷよの連鎖数はすごい重要ですね。さあ次見ていきましょう。ヘッドスタート。相手が開幕 T スピンダブル。俺は DT4 ですね。まあ、DT4 は基本的に一番好きな開幕なので、一番その組む頻度は高いですね。さあ、これはどうだ？テトリス打つ。ここで T スピンダブル打つ。まあ、TD アタックやる上でのあるあるな形ですね、あれは。あれが見えるようになると結構強いんで。何するのよ。あのパターンの、T スピントリプルの形は重要。さあ、これは、コンボ付きの5連結の2連鎖ですね。これ結構強いんですよね、実は。コンボ付きの、5連結の2連は割と強い。相手に大体2段ぐらい振るんで、結構侮れない火力になるんですよね。
地味に強いっていう。さあこれは連で刺しに行きたいとこだが、相手も掘れるか。掘りのルートはちょっとないですね。ないけどコンボつけて黄色引いてるか。黄色引いてる、黄色引いてるが、コンボ4連だと帰らない。あ、そのまま勝ちましたね。地味なその連結の2連鎖にコンボがつくと結構いくんで、割と強いっていうのはある。さあプヨスタートで、これはどうだろう。相手は後折りか。俺は、先折りの土台ですね。これ連鎖ビアを入れて、さあ2連鎖打った。この2連はどうなんだ。相手浮き切れてから単発って本戦破壊してきましたね。さあ斬新なミスをしたような気がする。俺なんかすごいことになってる。おそらくなんか置きミスで崩れたんでしょう。さすがにあんなことはしないと思うので。さあこれは11連が飛んできて厳しそうですね。この量はちょっときつい。さあ浮き切ってから赤玉3つは余裕で返せる量ではないですね。これちょっと相手の画面見てたけど、おそらくなんかあんだけ崩れたってことは右側で何かを消してしまったんだろうな。多分ちょっと自分の画面見てなかったんですけど、おそらく置きミスでなんかどっか5発火してしまったと、してしまったんだと思う。さあこれ連組んだ。相手 T スピントリプルから連か。さあこれはこれは有利ですね。地形的に有利もあるし、相手に、4段ぐらい振ってるんで、その有利もある。さあ3連打ってコンボ3連、これ強い。これは刺さるか。緑が引けず、うん、刺さりましたね。まあ刺されなかったとしてもこれ不要側で保持して次に回せば、まあテトリスで刺さらない限り勝ち確なので。やはり連の火力が大きかったですね今のは。さあ今度はテトスタート。さあこれは普通にお互い連話なしで普通に組んでますね。さあ積み込みながらテトリスからテトリス仕込み、これも相当有利、これもだいぶ有利ですね。さあ相手が緑ハッカじゃない、紫ハッカかな。で俺が青ハッカだが、これ2列目の紫飛ばしたけど、まあでもそれはそれで良さそうですね。意外に4連鎖なんでしっかり耐えてからプヨの量で有利は取れている。これはこれで有利取れてるんですよね。飛ばしたけど耐えきれる量ではあるんで、これは割と有利ではある。まあでも普通に連鎖つなげるのが一番だったですけどね。さあこれは発火した、十分量と見て発火したが、コンボ5連。さあ相手8-1引けたような気がするが、コンボつけるためにあれか、1連減らして普通に発火しましたね。ただ相手耐えきれるか。これ掘れた、掘れたんでまだこれは続きますね。さあ積み込みながら連築に組んでった。エルミの T ミの、アイミの、S ミの、J ミの、 T ミのと、 T ミのまでは間に合わず。
さあ、これはもうピューリオの有利があるんで、そのまま発火した。4連だが、相手がコンボの3連鎖。さあ、ちょっと迷ってるぞ、俺。どっから行こうかなと迷ってる。さあ、これは赤ハッカーしましたね。赤ハッカーして、5連鎖。5連鎖にさらにテトリスの追い打ちで刺さりましたね。もう一回。まあ、結構乱戦気味になってて、ぐだってた試合ではあるけど、まあ、しっかり勝っていくと。じゃあもう一個見ていきましょうか。今度はプレイスタート。まあいいね、ああいうね、乱戦で、まあ、グダグダ試合になったとしても、まあしっかり甘えずに攻撃するっていうのがやっぱり重要なんですよね。結構やっぱり甘えると、どうしても刺さってしまうんで。これ2ダブ構えてる。さあ2ダブ構えてるがなかなか来ない。なかなか来ないんで、単発から2ダブにしましたね。しかし相手がこれテトで受け切れる量ではあるんで、問題なく受けた。俺は一応緑発火から繋がっている。あ、間違えた、間違えた。間違えて早送りしてしまったけど、まあまあまあ。まあ影響ないですね。さあ、テトリス仕込みから、エルミノ。本戦は打たず2ダブで、2ダブで刻みましたね。それに対して相手も2ダブで対応してくる。さあ、これは若干中盤戦が入ってる。単発って相手は2ダブ。いや、俺はそれに対して81ハッカですね。81でハッカして、9連鎖。それに対して相手は6連鎖で、6連鎖だけど一応耐え切る。耐え切るけど、これは置きミスと、俺の地形が良かったのが噛み合って刺さりましたね。もう一回。二人でいれば最強なんだよ。さあ、間違えてさっき早送りしちゃったけど、まあ、特に問題はなかったと思うんで。まあ大丈夫でしょう。これは全消しがあったか？お互い逃したような気がする。相手が後折りの GTR。それに対し、俺は先寄りの GTR で、これ2ダブ打った。2ダブが、刺さると思いきや、81で発火しましたね。しかし、これはだいぶその間に積もれたんで、まあ、有利が取れたんではないでしょうか。相手が7連鎖。7連鎖に対し、あ、俺も7連鎖か。7連鎖だけど、しっかり積み込んでから連、をコンボの連を打った分刺さりましたね。もう一回。二人でいれば最強だ。やはり基本的にその受けてからテトリスでコンボ付きの火力を送る方が強いんで、まあ、どちらかというとプヨの連鎖を発火するタイミングも後打ちの方が強いんです。テトで受けてからその受けたお邪魔をコンボ付きの火力で送れるので、割と後打ちが強い。後打ちというかそのタイミングですよね。一方的に先から打つタイミングと、先打ちは先打ちでもタイミングが重要っていう。さあ、これはテトリス仕込みなんでこれも有利。さあ、打った。コンボ付きテトリスプラス4連鎖のコンボ。しかし相手はしっかり引き切って5連転廃してますね。赤玉は受けきれないんで、これはテトリスで受ける選択でしょう。赤ゾロしっかり積もってから受け切った。さあ、これは連のルート見つけていい掘りですね。テトリスから Z ミノまで。こうなるとプヨの量で再び有利になるので、ここでしっかりテトリスの置きミスなしに行きたいですね。Tスピンダブルからテトリス打って、これは強い。
プラス、コンボ4連で、テトリスが割り込んで刺さる。やっぱテトリスのコンボ付きは強いですね。割り込むんで、その間に、まあ、実質割り込んになるんですよね。だからすごい強い。2連鎖打った後にテトリスが挟むと、そのテトリスが降ってから3連鎖とか4連鎖とか、が発火されるんで。はい、じゃあまあこんな感じで、まあ、今日もお疲れ様でした。良ければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。では、ありがとうございました。